You're listening to Shibuya Cross FM. こんにちは。はい、こんにちは。今月もよろしくお願いします。お願いします。ちょっとクニボーンがめっちゃ緊張してるんですけど、なんでなんですか？多分ね、あれ、可愛い方が横にいるといつ緊張しちゃうのよ。前回はいなかったから。そうだ、ちょっとやめてくださいよ。可愛かったでしょ前回だって。ある意味、ある意味そうだ、マリン特集だもんね。おじさんでしょ。失礼な、おじさんだよ。俳優さんですよ、俳優さんですから。お願いしますよ。結構新鮮でしたよね。そうそう、意外となんかこう、なんか初めてだっけ。初めてでした、初めてでした、男性ゲストっていうのは。まあそれから一回早いもんですね。ねえ、もう3回目ですよ、 MC に。3回目なんですよ。舞い戻ってきてね、頑張ってます。はい、お願いしますね。今日も緊張してる場合じゃないですよ。え、緊張してる場合じゃないですよ。わかりました、頑張ります。ありがとうございます。はい、はい、今日はですね、久しぶりにですね、はい、事務所の後輩女優さんに来ていただいたので、早速ね、はい、スタートしていきたいと思います。はい、白石麻里奈のトーキングフリースタート。Music's our various emotions. Love is the message. You're listening to Shibuya Cross FM.はい、ということでですね、はい、早速ご紹介していきたいと思います。芦名、はい、ほのかちゃんです。芦名、ほのかです。よろしくお願いいたします。お願いします。ビースターの可愛い可愛い後輩です。可愛いね。いや、本人に言ってよ。なんで私に言ってくるんですか？白いしさ、はい、白いしね、白いし。白石、白石。うまいね、やっぱり。うまいわ。いやいや、そんなことないでしょ。もうどんどんちょっと聞いちゃってくださいよ、もう。はい、いや、気になることあったら全然国からも聞いちゃってください。うん、聞いていいんですか？いいよ。あの、ほんと見てください、ちゃんと。いや、私とばっかり目が合ってる。違う違う、だから、でも、ね、楽屋とかでいても、うん、こうお話しながらもやっぱり直視できないんですよ。ね、男の子はね、そんなね。だからこれよくすごいなと思うんです、あのイベントの時にね、うん、こうちゃんと見てる人いるじゃないですか。はいはいはい、すごいなと思って、うんうんうん、恥ずかしくないですか、こう見てる方。あ、見てるみんな側がってこと。見てるみんな側が、見られてる方もなんかこう、あ、見てる見てると思わないんですか。どうなんだろう、見てほしいなとは、うんうんとはうなずいていらっしゃいますね。見てほしいか、いいね。ね、見てほしい。いやらしい感じで言わないでくださいよ。いや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 、まだ知るなのにね。何ちょっと、ちょっとあれ関西のことなんですか？ね、ちょっと関西弁が、ね、出てますけども。そうなんです、まだ抜けなくて、うんうん、京都弁が。京都弁、お上品ですね、京都。いいですね、なんかね。京都がいいよね、響きが。わかる。なんか大阪とか奈良とか、みたいなさ、いや、悪くない、全然、全然、いや、いらっしゃるかもしれない、いらっしゃるかもしれないから、聞いてるわけじゃないんですけど、なんかでも京都弁はやっぱその群を抜いて、聞いてて聞こえもいいですし、確かに汚くないよね。汚くない。言葉選びとかもね、うん、もっと聞きたい、おいでやすとか。全然聞きたい。おいでやす言います？ちょっと今の時代は言わない。ねえ、言わないんじゃない。俺も言わない。おいでやすが出てくると思わなかった。小田ぐらいじゃないの、おいでやすって。俺は記録すげえ、はしゃいでるおじさんだと。一緒だもんね、そう、はしゃいでるおじさん仲間だからね。月に1回だからこれね、貴重な一回はしゃいじゃってね。そう、はしゃいじゃうのよ。で、どんどん聞いて、聞こう聞こう。はい、なんてお呼びしていきますかね。うん、そうだ、あだ名。あだ名、あだ名、うんうん、ほのちゃまって。ほのちゃま、ほのちゃま、ほのちゃまからは、はい、呼んでいただいてます。ほのちゃま、ほのちゃまなんかあるんですか。ほのちゃま、なんかこう、理由的な、うん、経緯とか。結構、見た目が落ち着いてるので、うん、あえて可愛らしい、あ、ギャップ的なね、あだ名で、ね、お坊ちゃまくんが好きだったからほのちゃまで。古い古い、ね、古いから笑うのよ。古いですよ、わかんないですよ、見てる人みんなね。違うの？
はい、違いますよね。ほのちゃんね。ほのちゃんは。ほのちゃんはどうやって決めたんですか？あのツイキャスでファンの方々に投票で。ツイキャスか。ほのちゃんも配信見てましたっていう方いらっしゃいます？あー見てる人いる。記念すべきほのちゃんの瞬間を見てたんですね。何かあったんですか？ほのちゃん以外のそのなんか候補的な、候補的なのでほのぴーとか、ほのぴーいいじゃないですか。アッシーナとか。アッシーナ、名字を取ってね。アッシーナ。あ、そうか、名字ね。アッシーナで、アッシーナ、アッキーナ的なね。そうね、確かに。古い古い。ごめんごめん、ごめんごめん、アッキーナ的な。わかるわ。ほのぴー、ヤマピーみたいなね。それはちょっと自分のね、趣味思考が出てきた。すいません、ジャニーズっていいですよね。そうなんだね。ほのちゃま、ほのちゃま、今日からじゃほのちゃま、ほのちゃま、ほのちゃまって呼んでいいですか？よろしくお願いします。じゃあほのちゃまでいきましょう。ありがとうございます。ほのちゃまは去年の9月にデビューして今半年ぐらい経ったのかな。はい、デビュー作が出てから。そうなんですかね。半年ぐらいでどんな感じですか？もう忘れちゃったよね。もう思い出せませんね。デビュー半年ってなんかもう忘れちゃった。デビュー作のことは多分死ぬまで忘れないだろうなってぐらい緊張はしました。やっぱり緊張するもんだよね。緊張しましたよね。今でも緊張するもんだって。どうですか、半年やってみて。やっぱり月に1回の撮影になると振り出しに戻ってしまって気持ちが。確かにね。そうか、毎回まだ緊張が抜けなくてまだまだ慣れないなっていう部分は。そうだよね。可愛いなと思って。毎回毎回ね、初めての気持ちってことよね。私もそうだよ、当たり前だよ。毎回ね、マリンもみんなね。そうだ、いやいや、あっという間でした、うん、半年間。そうですね、意外ともう半年なんだと思って、1本目からもう何本か出てるって思うと早いなって。でもこの先もずっと早いな早いなで立っていくと思いますよ。そうだな。怖いな怖いな暗いな暗いなって言って、あっという間に10年とか経ちますよ。いやあまりに10年だからね。10年なんでね。どうですか、なんかビースターの中で仲良くしてる女優さんとかお友達的な子できました？そうですね、足立ゆりさんとか、昨日だと美穂奈々さんとか桜木美音ちゃんとかはプライベートでも。ああそうなんだ、遊んだりするの？五十嵐清香さんとかもお酒一緒に。あらー、お酒好きだもんね。お酒好きなの？お酒好きなの？そうなんです。ちょっとキャラがなんかお酒をね、そんな感じしなかったけど。でもあんまり飲まない感じするよね。俺もそんな感じしたな。バカ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 ってちょっとすごい。バカバカ飲まれる。あれあれ、でも清香ちゃんも結構長いじゃん、飲んだら。あ、だからすごい嬉しくて。あ、よかった。日本酒とか飲める女の子って結構少ない。日本酒好き？好きです。おー、いいね。嬉しいなって嬉しい。飲み行きましょうよ、飲める組で。嬉しいです、ありがとう。ガバガバなんで、私バカバカじゃない、カバカバ飲んじゃうんで。うち少ないんですよ、お酒好きな子が。え、意外だね。少ないですよ。意外意外。だからレアなんですよ。なんか忘年会とかもみんな全然飲まないなとか思いながら、一人で酔っ払っちゃってさ。だから長いからいけるけど、やっぱ初めはね、そう飲んだ方がやっぱり話しやすいみたいなのもあるもんね。そうですね、やっぱり。あ、でもちょっと気使うよね、あの空気でね。そうです、ガバガバはちょっと飲めない。すいません、ガバガバ飲んでて。すいません。そうか。でも全然お話できなかったじゃないですか。かなり席も遠かったので。どんな感じでこうデビュー半年のここから見たデビュー10年の人は大先輩すぎるわけじゃん。ちょっと話しかけるのも緊張しない？俺多分10年も先輩の人だったら、しかも売れてる人だったら、挨拶もちょっとままならないかもしれない。初めて緊張してその忘年会で、もうパッてお見かけした瞬間に、あ、実在するんだみたいなぐらいのレベル。いない人だと思ってた。本当にいるんだみたいな感覚。本当にいるんだって。でも挨拶しなきゃと思って、その時はもう
挨拶だけでもと思って。その時どんな感じだった？こんな感じだった？もう、いや、本当にやめて、そうなんだと思っちゃう人思っちゃうよ、そうだ見えるから、そこで選ぶってやつがいないよ、そんな人、うちの事務所にいないいない目合わせないやつ怖い本当いやもう、すごく優しく皆さんそうよねそうだよそう言わざるを得ないよね言わせたみたいになってごめんなさい温かい、温かい、すごくそうかじゃあ今回で、その忘年会で初めて会って、はい、今日で何回目ぐらい2回目え、これがまさに2回目おお、それは貴重だ、うん、はい、初めていろいろねお話改めてご挨拶も、うん、あのちゃんとしていただいてそうさっきしてましたね確かにそうでした、はい、そうでした、うんうん、ちゃんとされてるなと思ってちゃんとしてないやついるのいますよ全然いますよ。ちゃんとしてねえやつみたいで、ダメだね。なるほどね。そういっぱいいますけど、でもその中でも、うん、はい、このちゃまはしっかりとこのちゃまね、されてるなと思いました。じゃあもっと深掘りしていしていこう。このちゃまを掘り下げていきましょう。お願いいたします。はい、ほのちゃまがサウナ。うんはい、ハマっているということで、そうですね、流行ってますよね、サウナね、かなり最近行ってる方が増えてきたので、どれくらいのペースで行くの？そう、うんうん、多い時は週3、多いね、週3、これはすごいね、これは多いわ、週3、基本は週1行けたら理想だなって、ね、サウナの魅力って何なんですか？うん、そうですね、うん、何も無、考えずに無になれる、うんうんうん、暑いんで人間ってこう何かしら考えちゃう、うん、でもサウナだと何も考えなくて、うん、いいみたいでそれすごいわ、俺ダメ、俺もサウナ好きなんだけど、うん、テレビないとダメだわ、うん、テレビ見れるからよくないテレビ見てとか、何かがこう、うん、よしここで終わろうみたいな、はい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 、ここ CM 入ったら出ようとか、うんうんうん、そういうなんか野球だったらこの攻撃が終わったとかないと、うんうん、ただこうやってポッと入れない、あそういうことね、うん、でも時計しかない無音のところとか苦手だ、うん、苦手苦手、うん1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,2,2,3,4 みたいになっちゃうもんね、うん、できない難しいからでもそういうサウナなんですか？そういう僕たちがこう入る熱いっていうところのサウナがやっぱ多いんですか？そうですね、90度前後あるぐらいのところがやっぱ基本は多いかもしれないです。90度ってどうなんですか、うん、温度設定としては、うん、普通高め？あまあでもまあ普通だよね、女性は100度ぐらいなんだよ。あそんなとこもあるの？そうそうそう、まあそういろいろあるもんね、サウナもね。そうですね、そうそうそう、じゃあ中間ぐらいなんだ、そうそうそう、90度で、なんかアロマがさ、はいはい、ちょっとね、いい香りがこう、香りをかけられるのが、ロウリュウ、ロウリュウみたいな、こういい香りがなんかこう、はいはい、熱波、熱波、はい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 、そうそうそう、結構あるんだよね、はい、で、あれ、上がったらね、何飲む？何飲む？あ、ちゃんとお水です、うん、コーヒー、コーヒー牛乳オロボ？オロボ、オロボ。でビールとか本当は飲みたいんですけど、うん、我慢。グワングワンになっちゃいそうでね。終わった後ビール飲んだらね。さすがに我慢しても。まあでも今はねこうおしゃれな感じでね、その若い子もいっぱいいるけど、ね、やっぱ昔やっぱ親父のなんかこう楽しみみたいな。そうね。女性のサウナーがめっちゃ増えましたよね、ここ数年。そうですね、めちゃくちゃ増えたなと思って。ね、でも本当に、な方って少ないのかなと思って、うん、いや思いました思いました、そのねあの映えサウナじゃないんですけど、うん、個室でとか、はい、すごく高いお金かかるサウナって遊びはと思ってて、銭湯とかのサウナと全然違くて、そういうとこも行きます？むしろそういうところが好きなんですけど、都内に全然なくて、そうなんですね、ちょっと下町とかに、そうそうそう、関西は多いんだよね、多いサウナ付きの銭湯っていうのが、そうなんです、あしかも個室みたいな、はい、そう、料金も一緒でさ、めっちゃいいじゃん、500円ぐらいで、そう500円ぐらいで、銭湯500円、上がったのよ、銭湯500円だよね、今500円、でも個室がいいです、行くなら、そうそうそう、え、じゃあ個室だってもう結構大変なんじゃないの？入るの競っちゃう？だから待ってんだよ。え？今ね、コロナの時期だからうちが行くところもなんか待たない、3人ぐらいまで入れないからさ、あー、都内は本当にもう街が基本なんで、ちょっとショックで、予約もいっぱい埋まってるよね、結構先までね、なかなか本当に最近行けなくて、ツイッターとかでも上げてるやつはあれは個室ですか？
あ、そうですね、撮影するときは基本は個室のサウナで。そういう感じなんだね。はい、うんうん、で、何このさ、あのサミでさ、マッサージもあるから、何終わった後もマッサージされるの？は、一番、そうですね。赤すりとか赤すりも行きます。あ、うん、そうなんだ。そうなんです。マッサージ好きなの？マッサージもめちゃくちゃ好きで、うん、する方、される方、あの、全部ついてるところがあれば、もう全部トータルで。前でもマッサージ好きだもんね。大好き、されるの。されるの。されるのね。私もやってます。される専門。毎日されたい。毎日マッサージされたい。どういう感じなの、女性のさ、感じってさ、なんかこう、俺結構すんごい痛い時なんじゃん、か。あ、でも人によって、人によってだと思うよ。でも台湾式とかはめっちゃ痛い。おお、乗ったりする。グワン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 みたいな。すごい。あれ知ってる、新橋にね、めっちゃ有名な中国のおばちゃんのゴッドハンドがいるマッサージ屋さんがあるんですけど、うん、そのおばちゃんってどうやって施術するかっていうと、うん、天井のバーに捕まって足でやんの。ゴッドハンドってっていう。ゴッドゴッドフットだね。確かに。すごい。優しくやる方がいいね、やっぱね。いや、結構もう強めゴリゴリが。ゴリゴリ視圧的なやつ。そうです。だから男の人の指じゃないと物足りなくて。おお。じゃあ中国式おすすめかも。本当ですか。みんな怪力。すごいよ、すっごい力。あとはまあ力っていうか、あれポイントを抑えればちゃんと痛いからさ、ちょっとの力でも凝ってるとこすぐ見つけられれば。足つぼみたいな感じ。そうだね、なんか全身のツボを知ってるって感じ。だからもう一手で痛っていう。かわいい。マッサージジョークみたいな。何マッサージジョーク？マッサージみたいな。何この無茶ぶり。いや、なんか、なんか、怖い。そういう中ね、そういうチャイヤ系のそのマッサージ行くと、なんか足をね、こうグイグイ、俺足つぼが好きだから、グイグイやられて、あ、痛い痛い痛いって、あ、痛い痛い痛い、なに、何ここって言ったら、あ、ちょっとお兄さん弱いね、みたいな。なんだよ、みたいな。何がだよ。何がだよ、みたいな。あ、みたいな。いい、なかなかいいとこだね。そのあとファンじゃないよ、そういうんじゃないよ。分かってるよ、分かってるよ。聞いてない、聞いてないよ。すぐエロに見るからさ、俺の。いや、見てない見てない。そうさせてるんです。日曜の昼にやめてください。やめてください。そうですよ。そうか、なるほどね。ギャグ痛い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 太鼓式とかしかないよね。それ本当にギャグ。痛い痛い痛い太鼓式。大丈夫。本当のギャグじゃない。本当のマッサージギャグじゃない。そういうのジョークよ。ジョークだから。変な汗かいた。もうすごい汗かいた。びちょびちょです。びちょびちょです。びちょびちょとかもうガバガバとかもやってもうなんかすぐ想像しちゃうんだから。もうえ、じゃあお酒の話をちょっと私、そうそう、はい、聞きたい。マジで飲みに行きたいです。めちゃくちゃ本当に。でまさかだったんで、なんかルック性もなんか癒しキャラだし、あんまりやっぱお酒とか全然飲まないのかな。知らないよ、みんなは。マリそう見えてました。すごく嬉しい、びっくりしました。確かに癒しキャラよね。いや、この二人は本当よく知ってるんですよ、私のお酒好き度。癒し系は癒し系よ。癒しは癒しよ。ね、癒しはね。でも、派手なのもしてる。飲むけどね。何度マリリン何時に帰るって言われたことね。そんなことはあったかな。量もだし時間もない。そうですね。すごいですね。言わないしね。ずっと飲んで歌ってね。でもほらご飯も美味しいの好きだよね。そうですね。進んじゃいましたね。そうなの。それがすごいんですよね。食べて飲めるっていうのがすごいんですよ。ああ、どっちかの方もいますもんね。そう、俺はもうちょっとダメなんだよ、もう。やっぱ海鮮があれば嬉しいですね。海鮮？海鮮系が好き。海鮮系が好きなんだ。好きですね。お寿司とか？お寿司とか、お酒飲めならホタルイカとか。ホタルイカあれば。渋いな。なかなかやっぱないので。そうか、なんかちょっとあれだね、さっきもサウナもそうだし、お酒もそうだけど、ちょっとおじさんチックだね、なんか。確かにね、聞いてるとね、あまり可愛らしくは。マッサージとかもそうだしさ。あとは女の子も好き？女の子も、あ、ときめくのが女の子なんです。じゃあおじさんです。おじさんいました。もう女の子好きなの？同じ土俵で喋んないの。同じ土俵じゃないのよ。でもお酒の種類は何が一番好きなんですか？もう何でも好きで、もうご飯に合う、一番合うのを出してほしいですっていうのがペアリング。そうですね、ペアリング。これに合うの
持ってきてくださいみたいな、うんうん、だから名前とかは分かんないんですよ、うん、あんま覚えたことなくて、もうそのお店の方の、うん、まあ、これが合うと思いますっていうのも出してもらうのが好きです、うんうん、ね、間違いないよね、おすすめ出してもらうのが一番間違いないですよね、うん、好きでマリリンもそのタイプ大好き、ペアリング嬉しいです、もうペアリングったらないよ本当に目が輝いてたよ今マリリン今キラキラした、ね、キラキラしたね私大好きなお寿司屋さんがあって、はい、もちろんお寿司も美味しいし、うん、おつまみの種類もたくさん出てくる、うん、とこがあるんですけど、一番のそこのお気に入りポイント、ペアリングで、うん、もういろんな種類が出てくるんですよ、うん、最初はちっちゃいビールから始まって、うん、で日本酒ちょっといって、お口直しに中国茶とか出て、で白も出るし赤も出るしシャンパンも出るし焼酎も出るしみたいな、そんな全部だからめっちゃいろんなの出てくるんですよ、今やっただけでもビール、日本酒、ワイン、シャンパン、焼酎でしょ、でたまに紹興酒とかペアリングする時もあるし、面白いですね、ほとんど出ます、梅酒とかカクテルみたいなやつ以外は全部飲める、そこに行くだけで、そうだね、そこ4種類ぐらいあるところない、そうなんだよ、あんまり今度行きましょう、ぜひ教えていただきたい、ありがとうございますお気に入りすぎて誰も連れてってないし誰にも教えてないの、教えたくないですよね、そうなの、本当にお気に入りだったら、ね、でもほのちゃまは OK ほのちゃまは OK、 いいね、 OK よかった、次朝までお願いします、ちょっと本当に長いんですけどお願いしますペアリングか、もうそうか、俺酒飲みに来ちゃうから、うんうん、なんかペアリングっていうかもうお酒飲みに行っちゃうよね、僕は日本酒好きなんですけど、ビールも好きだけど、だから焼酎も好きなんだけど、高橋さんも結構しれっとずっと飲んでるよね、うん、高橋さんよくハイボールずっと飲んでるイメージもある、いや俺はビールだよ、ビール、俺はビール飲んでる感じがする、まあ、合流が遅いからかな、じゃあビールビールビール、ハイボールハイボール、でもね、俺マリリンにこの教えてもらってお酒大好きだけど、うん、マリリンに言われて、あ、守ろうと思ってるのは同じね、度数のアルコールを飲むようにした方がいいですよってマリリンに言われて、ちゃんぽんの概念ですね、そうで、マリリンに日本酒飲んだりとか、例えば、なんだろう、ワインとかなんか飲んでも別にそういうのでならないけど、アルコール度数が変わると酔いやすい、結構あれですよって言われたから、それを守るようにしてる俺、嬉しい、最近もうちゃんぽん、うん、そうだね、うん、なんか結果ちゃんぽんなっちゃうんですよ、僕あれ分かんないよ、分かって飲んでるよこれもさ、偉そうにさ、そうらしいですよって言いながらさ、うん、そう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 、二人で飲んでるから、二人で飲んでる時マリに言ってたからさ、これやっぱりさ焼酎だったら焼酎で行こうぜとかやってね、やっちゃうよね、なかなか守れないですよね、でもマリリン、そこ行ったら絶対変わるよね、今変わります、変わります、そこはもうしょうがないと思って目つぶってます、おー、目つぶって、うん、なるほど、そうか、でも次の日があるとか、あ、まあそうだよね、でもお付き合いでちょっと乾杯しないといけないとかいう時は、度数が変わらないようになるべく気をつけて、すごいな、あとお水飲んで、そういうこと知ってた？ちゃんぽんすんごい言っちゃうんで、うんうん、でもやっぱ飲みたいなとか、おお、いろんなの飲みたくなっちゃうんで、そうか、次の日後悔しちゃうことが、ね、学べないのか、なかなか、え、何どうなったら後悔するの？もう次の日具合悪いがダメなの？全く正反対になっちゃうんで、あの酔うとすごい、どうなんの、どうなんの、何何どう、ちょっと気になる、気になる、ちょっと知らないのよ僕たち、どうなっちゃうの、酔うとどうなのか、もううなずいてたよ彼が、うん、酔うとどうなっちゃうのってそう、なんかビースターのマネージャーさんがいらっしゃるんですけど、うん、唯一私の酒癖を知ってる方で、あいつだけは気をつけろって、マジでほのちゃまが、私がまだ入りたての頃だったので、あんまり誰ともマネージャーさんと関わる人がいないときに、この子だけは気をつけてって言われたぐらいの、ドキドキしちゃいますね、気になる、気になるな、明るいお酒？あ、でも明るいです、お、じゃあいいよね、明るいのだったら、人に飲ませるタイプ？人を選んで人を選んで今の間はリアルだったよね、今の間リアル人を選んでか、私の先選べないっていうのとか言っちゃうの、酔っ払ってきたら、誰相手に、誰のマネージャーなんだろうそれ、M？ そうですね、あ、なるほど、俺も分かったわ、深い深い、なるほどね、その人もだいぶ飲むタイプなんで、そうだね、想像つくね、
いやでもそうか、明るいお酒ならね、いいですね、マリンは変わらないね、もう明るい、ずっと陽気に楽しい、ずっと今と変わらずだね、はい、何かもう酔ってるって見たことないしすごい、うんうん、酔ってんだよ、酔ってんだけど、うん、変わらないですよね、別に全然変わんない、今のままずっとだね、うん、記憶飛んだりとかもたまにありますよ。おマリンあるんだ。あります、あります、なんか断片的になっちゃう記憶が。あ1軒目ここで、2軒目ここで、3軒目ここだけど、2軒目と3軒目ってどうやって移動したんだろうとかはある。あなるほどね、うんうん、寝がちゃんとしてるんだと思います、うん、そういう方ってもうなんかすごい AI。 ほのちゃんは違う記憶は、ほのちゃんは寝がちゃんとしてないみたいになっちゃうよ。気をつけないとないですよ。いや全然ね、なんかすごいね、面白い、セーブしないとなとは。なるほどね、何が一番酔っちゃう、何が一番酔っちゃう、あでもやっぱり日本酒かもしれない、日本酒だよ、好きだけどやっぱり、うん、日本酒ね、ちっちゃいんだおチョコが、うん、クククククいっちゃうよね、だってお前昔から三号千鳥足っていうじゃない、うんうんうん、そうなんですね、そうなんです、だから産後飲むとこうなっちゃうよっていう、うんうん、結構やっぱ行かれちゃうんですよね、そう早いよね、酔いが回るのが日本酒ってね、すごい、お寿司とか食べてるともうすごい気持ちよくなっちゃう、絶対連れてこいやすごいね、絶対連れてこねえ、あーすごいな、見たいね、見たいね、いや行きましょう行きましょう後で連絡先教えてくださ い, ありがとうございます、お願いします、嬉しいです、嬉しい、本当にいなくて、私今飲み友が減った減った、あのご卒業、やっぱ業界をご卒業された方とよく飲んでたんで、現役でしかも同じ事務所で飲みに行ける子ってなったら天塚以外いなくて、天塚もほんと付き合わされてるだけなんですよ、お酒結構飲める、天塚ですか、はい、いや全然飲めないかわいそうだな、本当に飲めないし飲みたくもないのに、飲みたくもないの、白石さんの誘いは断れないっていうだけで彼女は来てくれて、ギリがたい、本当にだからかわいそう、申し訳ないなと思いながらも、うん、まだ帰んないでとか言って長引かせてるんですけど、逆にそんな飲む行かない人多いんだ、多いですよ、ほんとほのちゃまぐらいだ、じゃあほんとにほのちゃまぐらいだと思う、あの忘年会の写真出てたじゃない、はい、マリリンとか載せてくれてたりとか見てたけど、うん、あの見てた写真とか、なるほど、そうなんです、じゃあほんとにちょっとだけなんだね、なんかこう気持ち、うん、気持ちのそう、たしなむ子はいますよ、でも私みたいな飲み方の子はいなくて、見つけたロックオンした、見つけロックオンしたね、いやちょっと怖くなってきました見つけましたそうか、本当にいなくて、ね、めちゃくちゃ嬉しいです、嬉しい、マジでちょっと覚悟しといてください、いやいやピアニングね気合い入れます気合い入れる、はい、わーすごいなヘパリーゼ飲んでから、飲んでからね、そうだね、気休めになるからね、気休めでしょ、気休め気休め飲んだしっていう、うん、飲んどいたし、いけるし、気持ちかなって、うん、気持ちで大事じゃん、大事ですよね、うん、気持ちは大事、うん、はい、そうそうですねいや気持ちが大事でも負けることが多いからさ、俺はさ毎回負けてるもんね、毎回負けてる、ね、大体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 負けっぱなしだね、本当になんか、ね、これぞ千鳥足みたいな、千鳥足がすごく上手で、どういうことですか、本当にもうこんなこんなぐらぐらじゃん、マリリン、もう帰るからねみたいな本当に上手に酔います、本当に酔うね、記憶とか、うん、明るいよ、明るいし、見てて気持ちいいですよね、うんうん、本当のエベレケなの、うん、楽しそう、楽しいですよ、そう、寝ちゃうタイプかな、そう、うん、あ寝ちゃうタイプですか、寝ちゃうし、ろれつ回んないし、うん、同じ歌もなんか何回も歌うしまあでも面白い、さっきも歌ったよっていう可愛いです、覚えてないんですかっていう、直前も覚えてないんですよ、直前も覚えてないんですよ、そうか、今終わった話をまた頭からしだしたりとかして、今終わったじゃんみたいな、楽しくなっちゃって、そうそうそう、伝えたくて伝えたくて、伝えたくて気持ちが前のめり、前のめり、だから言葉回んないのよ追いついたり、連動してない、追いついてない、もうお酒そうね、そういう感じ、うん、そうですね、あとなんだっけ、
なんか僕特技ちょっとね気になるのよこれ、うん、足が速い、あのプロフィール皆さんも多分ねほのちゃまのほのちゃまのプロフィールに足が速い足が速いって書いてる、気になるよね。ね、足が長いとかね、そういうのだと足が速い、足が速い、特に足が長いってどういうことだよ。確かに特に足が長い足が速いの足がね、そうそう、あの美脚の脚だからね、足が速いってさ、こっちの足なのかなと思ってる、足が速いっていうか何かなって思ってるね、逃げ足も速いんだよ本当に。何足速かったの、そこ何陸上部とかだったんですか。いや全然帰宅部だったんですけど、帰宅部で運動神経がいいんだ、よくて、そこは遺伝で、引き継いで、足だけ他もなんかいろいろ運動神経で、球技とかね、一通りでももうずば抜けて足だけ、何にもしないのにあいつ足速いなみたいな、短距離が速かったんですか。短距離が、そうです、短期集中型、なんか秒数とか覚えてます。でも本当に 50m とかの記録なんですけど、うん、6.9 とか、いやそれめっちゃ早いよ。めっちゃ速い。何歳ぐらいの時の 6.9？ 高校生。え、めっちゃ速い。早いよ。めっちゃ速い。高校で？だって女の子ってさ、うん、一生懸命走るけど10秒ぐらいかかってた。いや私10秒台だよ。全然速いよ。よくて9秒台。笑っていけないんだけど、なんか女子が測ってるとちょっと面白くなってくるんで、なんかまだ走ってるよみたいな。めちゃくちゃ走ってるんだけど、めちゃくちゃつかないよね、ゴールに。でも50メートル6秒台、多分指導でもこれ男性でも早いよ。男性は早い。しかも高校でってなったらもっとすごいってなる。多分早い方だと思うよ、これ男子の中でも、うん。やっぱ足の速さって中学がピークだから、高校に行ったら落ちてくわけ、女子は。そう早いから。そう、うん。男子は高校生ぐらいかね、多分早い、ね。でもそれでも7秒2、3よ。早い、なんかこう中ぐらいぐらいね、そう。だからその辺の男子より早いってことだからね。そうだよ。すごいよね。時間差でも。いつでも逃げれると思って、いやすげえわ、特技でもあるかなと思って、すごい、ね、なんかね、うん、逃走中みたいな、いや思った、ね、そういうのさ、あれば面白いのにね、あんのかな、昔あったよ、愛知の作品で昔あって、100人から逃げる、100人が逃げ、あった逃げれない、逃げれないよ、いや逃げ切れるんだよ、ハンター100人いるんだよ、うん、逃げ切れるよ、あ、でも短距離だもんね、時計なのね、そうだから、スタミナとかじゃないからね、ダメだな、マラソン選手だけどダメだな、そうか、そうか、最瞬間はね、ビャッて逃げれるけど、いや、本数決まってるよね、全力出せる本数ね、うん、いやそれびっくりだ、そこの体力は、撮影に少しは活かせてるのかな、うん、どうだろう、生きてると思う、結構体力あるの、じゃあその比べることがないので、自分がどれぐらい体力あるんだろうみたいな、まだちょっと機会がないよね、わかんないんですけど、で帰宅部だしね、そうですね、でもそうか、でマリーでもその足短距離遅いかもしれないけど、球技はめっちゃうまいよね、そうです、私は本当に球技だけで生きてきたんで、卓球とかもね、足は超遅いんですよ、ただ1、2塁間とかめっちゃ速いんですよ、50m とかは本当10秒台です、1、2、そうか、1、2塁間だけなの、いや、なんでか本当にわかんない、2、3塁間ダメなの、いや、もう長距離は持久力持たないし、だから私も短期でグッっていうタイプなんで、大体1、2塁間の速さと、サーブ打ってレシーブ返ってきてネット際に落とされたのを拾うっていう速度、うわ、速いね、前衛だったん、テニス前衛だったんで、瞬発力がすごい、そうなんですよ、そう、瞬発力がそうか、瞬間的な力、うまい、ああそうですね、卓球もそうじゃん、野球もそうだし、見たことないけど野球うまい、そうなんです、野球うまいの、うまいんだよ、まあできるの野球、まあちょっと、うん、あれギャグじゃないの、ギャグじゃないよ、そうだから、ギャグじゃないよ、本当にできるやつ、そう、マリリン野球部にしようと思ったらメンツがいないからやめたんだ、そうなんだ、だって最低9人じゃない、9人だから試合ってなったら18人いる、だからマリリンツーリング部になったそうなのよ、野球部にしようって言ったけど、ん何人いるかこれとか言って、グラウンドをまず借りなきゃいけないし、そうそう、ってやって、ピッチャーとキャッチャーだけいればいいんじゃねとか言ってたけど、やっぱりマリン野球部あれいいんじゃない、あの野球の学校でさ、ビール担いでさ、うん、マリン野球部でさ、あ、売り子ってこと、それマリン売り子になっちゃうよな、それじゃあお酒好きだし、うん、こうやって飲んでダメです、ダメですっつって、あ、そう、マリンさん、そういう飲み方じゃありませんっつって、ついで売るやつですっつって、こうやって自分でさ
そうね、それ面白いかもしれないね。考えたことあります。ビール好きすぎて、うんうん、なんかこのまま無理なんかなみたいな。このままいちいち呼ばないといけないの。で売り子でさ、ね、バイトでしながらはいどうぞって自分ではいどうもって全部飲みながらさ、あれバレちゃうのかな、やっぱり禁止なんじゃない。でも私の後輩はそれやってましたよ。えやってました。甲子園球場でビールの売り子してて、うん、でなんかタンクが減ってきたら行かなきゃいけないじゃないですか、うん、で補充前のギリタンクに残ってるやつ自分で飲み干して開けて売ってた。すごい。あ、新しいやつに変える。そうそうそう、変えるタイミングの時に。え、樽ごと。ポイントで。あのさ、ビールをこうやって飲んだやつ見たことないでしょうよ。日本酒でしょ、この樽ごと飲むのは。こういうやつか、もしくは。ビールは持てないよ。出てこないのよ、ビールは。いやー、さすがに。すごいね。ちょっと天然なとこもね。ねえ、かわいい。今の話を聞いてた。足は本当に速いんだね。ねえ、本当に速いね。なるほどな。なんかね、あの女優さん集まる運動会とかたまにあるじゃないですか。そう、なんかいつかないかなって、ずっとワクワクしながら。ほのちゃまがデビューする前にあったんですよ、ファリオさんで大運動会 SOD と行動の。おー、何人ぐらいで。だから20人ぐらいいたんじゃないですかね、その時。そんなにはいないかな。見てる人いるかな。見てる人いるかな。撮影普通にイベント。そう、イベント的な。イベント。面白いね。女優さん対決みたいな。え、マリルも出たの。いや、私はその時もウィルだったんで出てないですけど。そうか、そういう YouTube の撮影とかじゃなくてファンの方が見に来てる。え、どうなの、一旦ファンの方入れたんですか、あれって。なんかみんな、あ、わかんないか、わかんないか、うんうんうん、意外ね、意外だね。もうコロナも落ち着いてきたから、そろそろね。だったらね、なんかビースターでもあったんですよ、ビースター運動会がやりたいって社長が言ってたことがあったんですけど、運動会やるほどのモデルがうちにいなかったんで、うん、そうよね、そう結構必要よね。そうしかもそれ言い出したのが、私と天塚と戸田しかいない時代に言い出して3人では無理だよってなって。そうか、最低何人ぐらいだったら。でも55は必要なんじゃないかな、最低でも。対抗戦だもんね、10か。そう、今だったらギリギリギリいけるかな、ね、か今10人いるかいないかぐらいですもんね。仲いい事務所さんとやっぱ合同でやって、うん、やった方が盛り上がるんじゃない、うん、それはそう。だけど、ね、絶対もしうちの事務所が負けたら社長は拗ねるから、絶対社内で解決しないとダメなんだなるほど、ね、ゴーゴー。それはまあ最後に泣かないけど、あの得点アップみたいな最後の切り出がめちゃくちゃ高いですみたいな、みたいな熱い男です。そうだよ、最後さ、もう最後 50m 対決にして、ほのちゃまに全部走ってもらえばいいみたいな。そう、それ得点100点ですって言えばいいんだ。そしたら圧勝。圧勝に、うん、それさ、インサーが企画すれば。そうだ、全部作れるんじゃん、ルール最後に。そう、一番得意そうな、みんなの得意分野だけ集めて、ね、砲丸投げとかね。そうそう、砲丸投げとか。私は砲丸投げで都大会出てるんだよ。そう、部活で。そう、え、結構長めにしてたけど、初めて。俺も初めて聞いた。私東京都代表で砲丸投げしてたの。マジで砲丸投げるの。そうだよ、そう、すごくない。野球できるわ。ファンの方も少ないですか。じゃあ初めて言った。そう、砲丸投げしてたことは言ったけど。そしたら、そしたらもういいじゃんね、砲丸投げと 50m 走を出して、まあ 30m もいい。そしたらいけるよこれ。勝てるよ、砲丸投げは。ね、勝てるよ、勝てる、長距離。ソフトボール投げじゃなくて砲丸投げ。砲丸投げしてたのよ。結構重いよね。そう、うん、誰も勝てない。勝てない。あ、でもハンドボール投げもすごいんじゃない。あ、でもそうかもしれないです ね、 ね、しばらくやってないけど。砲丸投げできるよね、できるよ。肩が強いんで。あ、じゃあ大丈夫だわ、いける。でも肘怪我してやめたんですよ。だったら勝てるよ。まずね、ハンドボール投げ、砲丸と徒競走と。でもさ、一番最後のさ、種目がさ、砲丸投げって書いてさ、なんかさ、あのプログラムもらった時にさ、砲丸投げラストですかみたいな。普通なんかね、対抗リレーとかね。リレーだよね。あれも事務所だよね。事務所、砲丸投げ対決みたいな。大取りにふさわしい。しかもなんか200ポイントみたいな。ここだけみたいな。そうか、でもやっぱリレーになっちゃうか。リレーか。なっちゃうでしょ、やっぱりさ。ちょっと本当、それは足引っ張るから。そういうなんか、ねえ。団体競技的なやつ。でも可愛く走ってるとこ見たいですね。お、まあ確かにね、可愛く走ってる。可愛く走れないマジで走ってる、マジで走ってると思うけど、ガチだもんね。アスリートだと思うけどね。あえ
えてやっぱ可愛い遅いぐらいの方がいいのかなみたいな。いやでもいいね、思ったんですけど。え、見たい、その姿見たい。でもやっぱみんな負けず嫌いな新人の女の子たちも多いので、ここだとばかりに来るかもしれない、うん、意外とめっちゃ早い子も多いのかなと思って、うんうん、だってそういう話しないもんね、足早いのとか言わないもんね、言わないわ会話でね。そうだよね、 10m 何秒だったとか言わないもんね。絶対聞かないよね。聞かない、分かんないよね、もしかしたらね、うちに足早い子がもっと いるのかもしれないしね、実は。愛さんとかもなんかすごい運動得意みたいな。確かに、でも愛ちゃんって私なんとなくですけど足遅そうだよ。いや 俺も思うね、遅くはないと思うな。あ、そうそうそう、瞬発タイプだと思う、うんうん、そうね、うん、いいじゃんね、そういうんだったら多分、うん、盛り上がるし、その若いその新人たちも活躍して、うん、ね、いいじゃんね、ね、顔もね、売れてね。そうそうそう、え、ビースター運動会みたいな有観客みたいになったら来てくださいますか？いや、来るでしょう。本当に、俺も行くよ、俺も行っちゃうよ。ちょっと面白そうじゃない？来てくれる？嬉しいです。でも面白そうですよね、うん、いいよね。ダンスとかも入れてね、途中ね。いいじゃん、いいじゃん。そういうあるじゃない、必ず、あの、全員得点が入る。お父さんお母さん泣いちゃうやつね、ビデオ撮りながら。今年で最後ですみたいな、応援合戦的なやつね。太鼓叩いて、フレーフレーってやりたい。ボスに相談。そうですよ、そうだ、ね、もう秋ぐらいにさ、もうね、いいね、明日からほらマスクもね、そう、あ、そうだね、そうだ、うん、そうですよ、ちゃんと2位になりますもんね、うん、明日からね。なるほど、新しいのが生まれたね、こういうところで ね、いいじゃない、運動会イベントいいじゃん。いや楽しみです、運動会ぜひやりたい、やりたい、みんなも来たいね、多分ね、いっぱい。まあそうね、そう、個人的に見たい、やっぱほのちゃまの走りは。ほのちゃまね、走り見たい。ありがとうございます。他にもいるかもしれないよ、そうだよね、知らないだけで。そうだよね、うん、そうね、1位だと思ってるけど、うんうん、そうなんですよ、意外今は遅くなってるかもしれないし、結構皇居とか走ってるみたいで。え、誰が？なんか趣味で、うん、原敷岡さん、皇居。いや、これはやばいな。清香ちゃんって足早そうな顔してるよね。わかる、負けないみたいな、すごい負けず嫌い。でも長距離もできるじゃん、うん、対抗戦いけるよ、長距離。その確かに、分ければいいんだ、清香ちゃんとほのちゃんも別のチームにして。ビースター大運動会だからさ、関係ねえわ。そう、あ、関係ない、危ない危ない、いや結局当たるんですけど。あ、そうだ、いや、どっかでさ、負けるの嫌だから勝てるじゃないと思ったわけ。ほのちゃんは短距離、清香ちゃんが長距離、砲丸投げ、あともう一種目ぐらいなんか作ってさ、走り幅跳び、走り幅跳び。誰やろ、走り幅跳びもいけない？大丈夫、いやでも運転会ではしないか、幅跳びって。砂場まで届かないパターンない？踏み切り口から、あ、痛たたた。いや絶対いけるいける、足が上がったらいける。いけるかな、いける。だから障害物競争とかじゃないよね、だからほのちゃまは。もうこっからここまで走り抜けましょうがやっぱ向いてるから。できればもう絶対入れた方が楽しみよね。私あれやるよ、粉の中の飴、ガチで。そう、関空競争みたいな。そうそうそう、それからさ、バナナだったらちょっと興奮するんじゃない。あとなんかファンの皆さんの持ち物で物借りとか書いてあるものみたいな、なんかマッキーくださいとかさ、メガネとかね、あったね、借り物競争、参加型でね、うん、あ、いいじゃないですか。楽しそう。このラジオを社長に見せていろいろ提案していきましょうね。確かに、うん、そうだ、スクショタイムをやらないとね、はい、42分だから。じゃあほのちゃんですね、立ち上がっていただいて、はい、スクショタイムはできますか？アクリルからちょっと避けてもらって、いける？押して、ちょっと待ってね、今ね、あ、そこ、そこでこのカメラ見ててください、動きます、カメラが。そうだ、はい、いい感じです。ほのちゃま、ほのちゃま、ちょっとね、こう、こうかな、うん、よいしょ、はい、でもうスクショされております。おーい、おー、はい、かわいい。配信ご覧の皆さん、パシャパシャお願いします。なんか余計な人が映ってるよ、今日は。ちょっと隠れてもらっていいですか？隠れてもらっていいですか、こっちに。ちょっとね、あ、いい、やっぱ一人の方がいいわ。いやでも本当にサンダーで座って立ったらすごいさ、うん、足がぐらぐらねえ、やばいよ。おお、あの本当にほのちゃんはパケと変わんないね。変わんない、すごいですね、最近の子は本当に、うん、全然一緒じゃない。実物の方がいいね、写真もいいけど、うん、かわいい、かわいい、すごいね。もう、あ、もう全然いいですよ。いや、僕たちの意見は関係ないですよ。ハイクオリティだよ。カメラの方でいきましょう。ずっと見てられるもん、うん、見てられるわね、すごい。本当に、いや私もお邪魔しようかな。そしてそろそろエース登場。はい、ありがとうございます。
はい、ツーショットです。ありがとうございます。そろそろかな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おー、お手洗いで、どうも。前いつも来てもらってますから。そうですよ、常連さんが嬉しいです。はい、そしたらそうだね、告知の方もしあればやっていきましょう。じゃあほのちゃまからいきましょう。ほのちゃんもあるかな。3月の26日、うん、日曜日に12時からなんですけども、はい、秋葉原のラムタラエピカリ秋葉、はい、うん、エピ秋ですね。うん、ところで、今年2回目、うん、になるイベントが、うん、そうですね、ダリアさんのされますので、ぜひダリアイベント、うん、ぜひ行ってあげてください。お越しくださいませ。はい、お待ちしております。ね、もう本当最高だよな。26日、はい、3月26ですね。今回はセクシーな、コスプレでお待ちしております。コスプレですか。あらららそれは楽しみだ。よろしくお願いいたします。スタイルいいよね。スタイルいい。今ずっと顔しか見えなかったのよ。スタイルいいよ。ずっと顔しか見えなかったの。立ってさ、見たらさ、あら、あら、あら、スタイルいいじゃないと思って。すーが、細いよね。細い。中も大きいでしょ、ちょっと。細い。びっくりです。びっくりしちゃって、今。うん、ごめんなさい。顔しか見えなかったの。ありがとうございます。このマリリンかな。じゃあはい、じゃあ私も告知させていただきます。うん、はい、3月15日に船プレございます。はい、アリババです。アリババ。そして4月の15日にインテックさんのマリリンツーリング部へようこそのイベントがございます。はい、17時からメディアワールドの1階。はい、で、劇中衣装が見れるかもですね。そうですね、はい、会場は6階になりますけど、1階のところにあるかもしれない。2階ですね。はい、はい、もう実際発売中ですので、皆さん予約中でしたっけ。はい、予約中ですね。予約中ですので、はい、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。はい、マリリンスリムようこそは3月の28日発売です。発売ですね。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。そして4月の7日から11日まで、はい、ザ・高円寺2にて、はい、ミックスサンドという舞台に出演いたしますので、はい、チケットまだまだたくさんございますので、皆さんぜひ私のツイッターの固定から飛んで、はい、購入していただけたら嬉しいです。お願いします。はい、で最後になるんですが、はい、今10周年を記念してクラウドファンディングをやっておりまして、うん、はい、で舞台が終わるまで続けていくんですけども、まだ未達成なんですよね。はい、 100% いってないの で、 いです。はい、皆さんぜひぜひ広めて応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、以上になります。はい、で次回のゲストさんまだですかね。はい、未定です。はい、で一応ね、4月、来月は、うん、マリリンの、劇に僕たちも行くので、チェキ撮影会はありません。先に行ってきます。はい、はい、今回はあります。お二人ともでやりますんで、よかったらご参加ください。なんで4月の9日のラジオが終わったら、私はこのお二方をお連れして高円寺に急いで向かって本番を2回やるということになっておりますので、はいはい、頑張ります。頑張りましょう。忙しいね。忙しいね。でもあっという間もね、ほんと1ヶ月もさ、先週もね、そんな話をして、舞台の話をして、うん、そうなの。来月でしょ。めっちゃ言いたい、めっちゃ言いたいんですけど、でも役柄は伏せて告知してくださいって私は言われてるので、はい、まだ言えないんですけど、はい、もう絶対面白いですから、うん、ぜひ。あと私もすごく美味しいんで、本当に。はい、ぜひお願いします。あとなんか、ほのちゃまさんは何かありますか。なんかもう最後はあと1、2分しかないけどね、2分ぐらいか。うん、なんかある。なんかどうでした今日。どうでした。うん、そうだね、人生初ラジオ。おラジオバージンいただきました。それが
大先輩のマリナさんと初めてちゃんとおしゃべりさせていただく機会が、うん、今日だったので、もうすごいいろんなごめんなさい、緊張しちゃって。まあこれでお酒友達だしね、もう、うん、お酒友達。いや飲みに行っていろいろゆっくり話しましょうね。いやもう本当にすごい人柄も本当に改めて大好きだなと思って。やだー、俺がなんで恥ずかしがっちゃうんだよ。本当にじゃあラジオも遊びにいらしてください。ありがとうございます、本当に。お待ちしてます。はい、ということでですね、今月もありがとうございました。ありがとうございました。来月は4月9日日曜日13時からでございます。はい、また来月お会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。